どうですか最近は、その健康とかは。最近はいやびっくりしたんですよ。あの働く細胞の一期やってた時からもう5年経ったらしいですよ、はい、5年経ったの？おかしくないですか？5年も経ったら5ヶ月ぐらいじゃないの？5ヶ月5年も経ったそれでおかしいです。5年も経ちましたもん。5年も経ったらしいんですよ。いやでも思い返してみるとこの5年で結構体質変わったなって思いましたよ。いやだ5年ってだってさもう人生変わるレベルの時間じゃん。だって何かが入れ替わりますよね。そういやな結構変わったんだ。じゃあ変わりました。なんかすごいカフェイン取るとちょっと具合悪くなったりとか。やだもうと思って、ね、そう、あとなんだちょっとこう鉄分を気にして取らないと貧血気味になったりとか、うん、やっぱねいろいろ気にしていかなきゃいけない年齢になってきましたね。まあ、年とともにねやっぱり、ね、体質変わっていきますからね、はい、本当に確かにそれはあるかもしれません。ありました。僕も確かにこの5年間でやっぱお酒の飲める量は減りましたね前野さんといえばお酒じゃないですか。お酒の量は間違いなく減りました。お家でも飲まれてたじゃないですか。お家でも飲みますけど、はいはい、その量もやっぱ減りましたね。減りました、うん、なんかあ若い頃はもっと飲めたのにみたいなことを本当に言うようになってきました。そうか、ま、終了が そうですね、それは少しでも酔えるようになったってことですか。まあそう、まあ、よく言い換えればそうなんですけど、はいはいはい、まあ、悪く言い換えれば弱くなったのかな、わかんないですけど、ね、あまあでもいいじゃないですか、まあ、体にはねもしかしたらいいことなのかもしれないですけれども、うんうんうん、まあ、5年経ってね、等しく皆さんね同じ時間が流れたと思うんですけど、そうですね、皆さんいかがですかね、うん、まあ、今回はかなちゃんと一緒にねラジオ番組を盛り上げていきたいと思います、はい。